賞状、最優秀賞、中学生の部、白井風花様、あなたの提案されたアイデアは新北海道スタイルアイデアコンテストにおいて最も優秀であると認められましたので、これを賞します。おめでとうございます。思っていることを形にして、しかも申し込むっていうところまで、このアクションを起こす、このことがやっぱり社会を変えていく力になると思ってます。この前例のない状況、社会環境の中で、この北海道をとにかく良くしていきたいという思いで皆さんと一緒に取り組んでいければなというふうに思ってます。本当に皆さん、おめでとうございます。